女化する妹綾子。太眉封印で女優業進出のわけ。人気バラエティ。世界の果てまで行って Q。における珍獣ハンターとして人気の妹綾子31がトレードマークの極太眉メイクを封印した女優顔で話題を集めている。妹は昨年夏の家売る女で初の連ドラ出演を果たし、現在同じ日テレ系のうちの夫は仕事ができないに出演中。昨年は OL 役でしたが今回は妊娠中の主婦役。20日の自身のツイッターではドラマの宣伝を兼ね、ナチュラルメイクで花柄のスカートにパンプスというお嬢様風ファッションの写真を公開。太眉とのギャップもあってか別人のように可愛い知的な美人といった声が飛び交っています。今日11時55分から昼なんです。女優飯出演します。ぜひ見てちょ。うちの夫昼なんです。妹綾子2017年7月20日、妹の女優業進出は何を意味するのか。イッテ Q で太い眉とセーラー服姿で世界各国を巡り、エベレスト登山から珍獣対決まで様々な試練に挑む異色タレント。10年で105カ国に行き、本人が日本一、家賃を無駄にしている。というくらい過酷なロケ続きで体は傷だらけ。最近、テレビ番組で地に悩んでいる。漏らしたほどです。そろそろハンターからの卒業を考えなければならない時期に来ている。将来を見据え、女優転身を視野に入れているとの見方もあります。最近の女芸人のドラマ進出も影響しているという。芸人から女優に転身して成功した例として、古くは泉ピン子、69、が有名ですが、最近も友近、43、や山崎静代、38、が朝ドラに出演。7月スタートのドラマ、カンナさん。では、渡辺直美、29、が、プライム帯で初主演を果たした。芸人は親近感があり、視聴者に受け入れられやすいし、女優業とのギャップも魅力。演技力が備われば、ドラマ界の貴重な存在になり得る。演技力はまだまだ未知数の妹だが、後押し体制は整っている。20% 超えもある高視聴率番組。イッテ Q の功労者の一人が妹。他局出演もほとんどなく、今や妹は日テレの顔。今後も同局は総力を挙げて妹をサポートする体制。その一環としてのドラマ起用です。所属事務所グループに木村佳乃、41、やーん、31、がいるのも心強い援軍になる。太眉もそろそろ見納めか。